本日は入学式におすすめの、グレースーツのコーディネートをご紹介したいと思います。オクテットチャンネル。はい、こんにちは。オクテットチャンネルのムンです。今日はですね、久しぶりにスーツのお話をしていこうかなと思ってます。はい。で、その中でもですね、今日は、少し前に、入学式におすすめの、ネイビースーツ、そして、ブラウンスーツのコーディネートについてお話ししたので、今日はですね、残るグレースーツをお話ししていこうかなと思ってます。グレースーツですね。グレーっていう色自体は、正直入学式の、スーツとかで選ぶ方ではめちゃくちゃ多いわけではないんですよね。多分ネイビーの方が結構ほとんどだと思うんですけど、グレーのスーツは、実はすごく、男性の、持っておくべきスーツとしてすごくね、重要なアイテムになってます。まず、スーツを持つんであればグレーっていう言葉があるぐらい、グレースーツっていうのは実はすごく使いやすい色だったりします。はい。で、そんなグレースーツなんですけど、結構ね、種類がやっぱりあります。一口にグレーといってもいろんな色柄があります。入学式であれば大体2パターンに分かれると思うんですよね。で、一つがリクルートだったりとか、あとは入社式とかでも使えるようなすごくベーシックなビジネススーツとしても通用するグレースーツをお求めになる方と、もう一種類はやっぱりこうおしゃれにバシッとかっこよく決めたいって、大体やっぱりこの2パターンにね、分かれると思うので、今日はそのあたりも含めてちょっと話していこうかなと思ってます。ということで、僕がちょっとこういくつかね、今日着てるスーツも含めて、セレクトしてみたんですけど、4着ぐらいあります。で、まず、一番最初にご紹介するのがこちらですね。はい。これは、いわゆる、ミドルグレー、ちょっとチャコール寄りですけども、ミドルグレーのスーツって言われてて、グレースーツの中でも鉄板中の鉄板のスーツになってきます。はい。本当に色柄も無地ですごくベーシックなもので、もちろんリクルートや入社式、ビジネスシーンでも使える、本当にね、一着は持っておいた方が損はないようなスーツです。そして、次はですね、こっちのスーツです。チャコールグレーのスーツですね。はい。チャコールグレーっていうのは、簡単に言うと、ミドルグレーより、濃いと思ってください。もうちょっと暗めでより黒に近いグレーがチャコールです。はい。で、チャコールグレーのスーツは、ビジネスシーンとかもそうなんですけど、よりフォーマル寄りになるので、ちょっと結婚式だったりとか、そういうパーティーシーンとかでも、全然使えるようなスーツで、ビジネスシーンもいけるので、すごく万能なスーツですね。そして、今日もう一種類持ってきたのが、これはね、色味は、ミドルグレーぐらいですね、のチェックのスーツです。はい。しかもこれはね、3ピースになってます。いわゆるおしゃれなスーツという感じですね。はい。こういうスーツで言っても、入学式や成人式などでは全然 OK ですから、中にはね、こういうおしゃれな格好をする方も多いんじゃないかなと思います。そして、一応最後僕が着ているこのダブルのスーツですね。ダブルもね、結構いらっしゃるんですよね、入学式でも。はい。結構ってことにしようかな。はい。ダブルも結構いらっしゃって、それもすごくこうなんか華やかなイメージにあって、すごいかっこいいので、ダブルもね、ちょっとかっこよく紹介しましょう。それでは実際にですね、ちょっとコーディネートをご紹介していきたいと思ってます。ということで、まずはこのミドルグレーのスーツですね。はい。ミドルグレーのスーツのおすすめのコーディネートはこちらです。このコーディネートのポイントはですね、まず、あくまで、僕がポイントとしたのは、やっぱりグレーのスーツですから、ちょっとお祝いごとっぽくしたいなと思って、ビジネスっぽくならないっていうコーディネートをまず意識しました。で、選んだシャツっていうのは、春らしいサックスブルーのベーシックなシャツ。ただ、ネクタイですね。ネクタイは、ブルー系でトーンを合わせてるんですけど、少し、イカ学系の模様といいますか、ちょっと個性的な柄を選びました。で、一応2本用意したんですけど、より、大人っぽくいくんであればブルー系の方ですし、少し春らしく爽やかな雰囲気を出すのであれば、このような、水色、そして少しだけね、グレーが入っているような、ネクタイでいくと、より春らしさも出して、なおかつ少し、個性を出せるので、あくまでこうスーツが持ってる全体の落ち着いた雰囲気っていうのは崩さないんですけど、少しだけ自分の個性を加えてあげるっていうコーディネートがいいんじゃないかなと思います。それでは次はチャコールグレーのスーツですね。僕が、チャコールグレーのスーツで、入学式っぽくかっこよくいくのであれば、
こんなコーディネートがおすすめです。まあ、チャコールグレーのスーツですね。まあ、今回は結構チャコールグレーが持つ、まあ、スーツの特性っていうのを生かしてあげるような、イメージにやってます。っていうのも、チャコールのスーツっていうのは、まあ、グレー自体が落ち着いた色で、なおかつ色が濃くなれば濃くなるほど、まあ、フォーマル寄りになってくるんですよね。まあ、イコールちょっと高貴な印象が出てきます。なので、合わせるシャツっていうのは、まあ、これピンクなんですけども、まあ、どちらかというとこう薄いパープルに近いような色味です。でパープルもグレー同様に、高貴な印象っていうのがすごくある、色になるんですね。なのでここはまあちょっとこう、まあ、高貴と言いますか、すごくドレッシーな雰囲気を、やってあげようということで、まあ、無地でベーシックなんですけど少し色味に個性があるパープルのシャツにします。はい、そして合わせるネクタイですね。ネクタイは、まあ、シャツの色合わせでなおかつグラデーションを意識してより濃いパープル、これは結構ネクタイの個性が出るので、例えばこれにサックスのシャツとか合わせちゃうとすごいちぐはぐになっちゃうんですけど、まあ、チャコールグレーで暗めのトーン、そして、ピンクのシャツに、パープルの色合わせっていうのをやってあげると、こういうネクタイもすごくねトーンが統一されたまんま綺麗な、全体的に綺麗な統一感のある着こなしになるかなと思います。お次はですね、こちらのチェックの3ピースのスーツのかっこいい着こなし方を見せていこうかなと思います。こちらのスーツのおすすめの着こなし方はこんな感じです。はい、まあ、今回のねこの、チェックの3ピースのスーツはなんかこうグレーの色と相まって、まあ、すごいクラシックだなっていうのを個人的に思いましたので、まあ、シャツはすごくベーシックにホワイトの、白シャツでもう潔くいこうかなと思います。まあ、これだけでもやっぱりスーツが持つ印象っていうのが他に比べてすごく強いので、これでもね、全然かっこいいと思います。でなおかつ、まあ、このくらいに抑えてあげた方がスーツの着こなし方としてもすごく合ってると思います。これをまあやりすぎちゃうとなんかちょっと何やかってるまあなんかすごくちょっとこう龍が如く感が出てしまうと言いますか、はい、まあ、そんな感じにもなってしまいますので、まあ、あくまで、紳士的に少し、抑えめな控えめなスタイルっていうのがいいと思います。で、合わせるネクタイですね。ネクタイは、まあ、先ほどもお話しした通り、まあ、グレーでなおかつチェックっていうのがすごく、クラシックでなおかつブリティッシュな印象があるんですね。で、まあ、ちょっとこうイギリスっぽいような雰囲気もあるので、なんか合わせるネクタイは例えばこういうレジメン系ですね、まあ、すごくベーシックなんですけど、3ピースなおかつチェックのスーツに合わせると一気にちょっとトラッドっぽいような雰囲気もなるので、すごくクラシックな雰囲気になります。はい、で、まあ、一応2本持ってきてるんですけど、なんかこう落ち着いた雰囲気でいくなら多分ちょっとベージュが混ざってる方だと思いますし、少し、明るめと言いますか、まあ、春らしい印象を出すのであればオレンジがいいんじゃないかなと思います。このあたりで、ね、スーツの印象をスーツが持っている特性っていうのを生かしてあげて、あくまでスーツベースで、雰囲気を統一させたコーディネートになります。ということですね、今一応このチャコールグレー、そしてミドルグレー、そして3ピースっていう、3パターンですか、のグレースーツのコーディネートについてお話ししました。まあ、今回は一応ですね、あのスーツが持つ印象っていうのをあくまでベースに考えて、そこから相性のいい色合わせや雰囲気の合わせっていうのをしてみました。まあ、ちょっと高難度かもしれないんですけど、このあたりを合わせてあげると、まあ、どんなスーツでも、すごくかっこよく着こなせると思いますし、なおかつグレースーツは、そういう合わせ方によって印象が変わるスーツでもありますので、結構ねグレースーツもいいんじゃないかなと思います。まあ、そして、余談ですけど、こういうダブルのスーツも、入学式では全然大丈夫です。はい、まあ、今日の僕のスタイルはすごくベーシックと言いますか、はい、まあ、チャコールグレーのダブルのスーツに、すごくベーシックなサックスブルーのシャツを着て、そしてネクタイですね、まあ、これ僕がすごく好きな柄なんですけど、ネイビーのピンドットっていうちょっとこうフォーマルで、ベーシックなもので合わせて、そしてチーフはちょっと柄のあるネイビーのチーフなんですけど、まあ、TB ホールドで刺してちょっとこう古き良き、まあ、ブリティッシュな雰囲気のイメージで今日はスタイリングを組んでみました。ということですね、まあ、今日は入学式でグレースーツをかっこよく着こなすコーディネートについてお話ししました。まあ、こんな感じでいろいろと合わせ方はありますので、まあ、よかったらね質問とかもしてみて、でちょっと自分なりにいろいろ工夫してみてはいいんじゃないかなと思います。ということでこの動画はまだ写真集に更新してますので、ぜひ皆さんご視聴なさってチャンネル登録の方もお願いいたします。
はい、あとですね、今日の僕の動画で何か分かんないことや聞きたいことがあれば、LINE もしくはコメント欄の方からご要望ご質問お待ちしております。ということで、ムネでした。バイバイ。